けれども、ソイフリーフォームですよね、そちらの方 の、 あのテクスチャーの付け方をご覧になっていただきたいなと思います。もうこちらの方にちょっとね、材料の方は準備してあるんですけれども、このソイの缶にフリーフォームの場合はあのこちらの方にラベルがあの貼ってありますので、通常は骨材が 1.0 なんですけども、まあ、フリーフォームの場合はあの骨材が 0.5 ということでね、すごくあの少し小さめになっております。ソイ の、 あの仕上げ剤なんですけども、アクリルシリコン系になってますのでね、まあ、樹脂が入ってるんですけれども、まあ、主成分は、まあ、あの漆喰なんですよね。まあ、テクスチャーの付け方に関してもそんなにあの特別難しいっていうわけではなくて、まあ、下骨釣りをして、厚みを整えてテクスチャーをつけていくと、まあ、この流れがあのしっかりしていると問題は少ないかなというふうには思っております。はい、大体あの1ミリぐらいの、まあ、仕上げになります。はい、さっきあのフリーフォームの、 あのテクスチャーの付け方で、まあ、波模様とかあるんですけれども、1つの缶に対して300から 400ml ぐらい の、 あの、まあ、缶ジュース、その1本分っていうんですかね、そのぐらい の、 あ の、 水を加水して施工することはできます。でこれあのソイの骨材 1.0 の時もちょっと同じ話をしてたんですけども、やっぱあの塗り壁材って結構あの薄いので、結構あの気温が高い時とかってあの結構このジョイントムラっていうのが出やすいんですよね。であの、まあ、あのこうやって塗りつけていきながらその次の段に行く時は、まあ、あの僕は個人的にはですけども、こっちのつなぎ目の乾燥しやすい部分ですよね。でこっちの方を一発一回塗り壁で湿らせておいてからその次の段行ってきます。下擦りした後に厚みを整えていきます。厚みを整えた後にテクスチャーをつけていきます。まあ、フリーフォームの場合はね、結構パンにバターを塗ったような感じの、まあ、そういったテクスチャーを好まれる方、生クリームっていうんですかね、ケーキに生クリームの方がいいかもしれませんけども、こういう感じのテクスチャーを好まれる方は非常に多いと思います。このちょっとね、あの古典のラインが少し出てる感じがね、なんか柔らかい感じがして、まあ、カントリーレースとかでいうと、例えばママンであったりとかね、ママンのお家とかっていうのはこういうテクスチャーとかも、結構気に入られます。ソイのフリーフォームを使って、まあ、あの極力そのコテムラを消すやり方なんですけれども、まあ、方法はないわけでもないんですよね。でやっぱどうしてもその樹脂系の塗り壁なので、あの漆喰のようにね、押さえていくことっていうのは結構あの難しいんです。あの樹脂系っていうのは結構あの引っ張ったりとかして膜を張っちゃいますので、そのままビビるっていうんですけども、コテを動かした時にね、そのままあの塗り壁材がついてくることがあるんですけども、このソイのフリーフォームに関してはですけども、2回塗りをすることによって、コテムラをなるべくね、消したような表現を作ることが可能です。ということでね、今あのちょっとね、ソイのフリーフォーム1層目塗らせていただいたんですけども、結構あのガリガリとガリガリと擦るんですよ。でまあまあちょっとあの薄ければ薄いほど下地が透けやすいんですよね。でこうやってあのちょっとずつちょっと、まあ、薄ければ薄いほどあのコテのラインは出にくくなりますので、このぐらい薄く擦っていただいて、コテムラを、まあ、消していただいて、でその上から2層目を重ねていくことによって、ソイのフリーフォームでね、できるだけそのコテムラをなくしたフラットに近い形のテクスチャーというか、もうテクスチャーないですからね、まあ、まあフラット仕上げを、まあ、実現することはできます。コテムラを消すためにね、薄くしごいていきます。この時点でもコテムラを消していくんですよね。あまりにも薄くしすぎると、どうしてもその下地のメッシュの網目が見えてきますので、もう一回上からもう一層ソイのフリーフォームを乗せていただくことで、綺麗なある程度そのコテムラを消したタイプの仕上げが可能になります。